米大リーグドジャースは8日、日本時間9日、敵地でパドレスとの地区シリーズ第3戦を行い、5-6で敗れた。2回には守備の乱れも絡み、大量失点。そのきっかけを生んだパドレスマチャドの走塁に対しては、ドジャースの選手の間でも賛否を呼んでいる。2回先頭のマチャドは中前打で出塁、続くメリルが1ゴロを放つも一塁手フリーマンが2塁へ悪送球。 その間にマチャドは三塁へ進んだ。リプレイ映像では、マチャドが芝生部分に入るように膨らんで走塁しており、早球はマチャドの肩付近に当たって逸れていた。このプレイで無視一三塁とチャンスを広げ、続くボガーツの夕夜戦で生還した。米カリフォルニア州地元市ロサンゼルスタイムズのジャック・ハリス記者は、自身の X にてこの走塁に対するドジャースの選手たちの意見を紹介。 ニゲル・ロハスとオーカー・ビューラーはどちらもこのプレーで審判は妨害を宣告すべきだったと考えている。ロハスによると、二類心はマチャドのルートではなく、ベースを見ていたと彼に言ったそうだと、否定的な意見を伝えている。続けて、フレディ・フリーマンは、自分が走者だったら同じことをしただろうと語ったと付け加えている。同志の公式 X では、そのフリーマンのコメントを動画で紹介。 何度も見たし、何度も何度もリプレイした。通常なら1、2歩土を踏んだ後にするはずだけど、自分が走者だったら同じことをするだろうと当該のプレイを振り返った。さらに、完璧な送球をしたと思ったけど彼の左肩に当たってしまった。ただ、ラインに入るというのが走者として私たちが教えられてきたことで彼はそれをやったとして、マチャドの狡猾な走類に対し、 理解を示していた。